尺字川は、東京都を流れる一級河川である。荒川水系の支流の一つ。流路延長 25.2km、流域面積61.6平方 km。東京都小平市花子金井南町に源を発し、東京都北部を東へ流れて、北区堀船3丁目で隅田川に合流する。東京都小平市、西東京市、練馬区、板橋区、北区を経る。 小平市花小金井南町の小金井カントリー、クラブ西側付近に源を発している。かつての源流はさらに西に遡っていた。ただ、石寺川上流端と書かれた標識は、小金井公園の北端部にある。道ゴルフ場内を大部分暗渠で流れ、下越大学の南側で開挙の川になる。道大裏門から小金井公園通りまで蓋が消された後、小金井公園沿いは、 作曲となる。西東京市の南を流れ、練馬区に入る。西東京市では、1980年度に、芝久康調整地及び南町調整地、1983年度に、迎え台調整地が設けられ、増水時に川の水を貯留する。小平市、西東京市を通る上流部は湧水のみによって寛容される、消火船であり、流量は少ないか枯れ川である。 大雨の時を除いて、全く水がないか、水たまり状態になっていることが多い。枯れ川のため、川沿いを遊歩道として整備しようという動きは乏しく、狭いな住宅地の路地を削除が進む。ただし東伏見稲荷神社に近い東伏見橋から武蔵関公園までは、関係者護願化され、開放的な遊歩道になっている。流量の少なさもあり、 東伏見橋と弥生橋の近くは川に入って遊べる、石神川浸水広場として整備されている。練馬区に入ると、武蔵関公園にあたりから流量を増し、枯れ川は見られなくなる。道公園の富士見池、石神公園の三方寺池、豊島園地などの湧水や川床からの湧水が合わさるためだ。現在、富士見池や三方寺池は湧水が減少し、 地下水の用水などによって、池の水が維持されている。美保寺池と石寺池は、石寺側に接続していないが、富士見池は、わずかな一水が、石寺側に流入している。富士見池はまた調整地の役割も果たし、水害防止のため、富士見池調整地が1973年度に建設された。武蔵関公園に入ると、駅前の市街地のため、強いな流路が続く。 武蔵関を過ぎ、上石寺あたりから石寺公園南を経て、高野台にかけては関係者ご岸下と広い遊歩道の整備が進んでおり、水鳥が泳ぐのも確認できる。城北中央公園の途中で板橋区に入り、桜川一丁目で田原川を合わせて川越街道、旧川越街道、東武東上線、中線道を横断し、JR 埼京線を潜って、 北区に入る。その後、京浜東北線大路駅の下を抜けて、北区堀船三丁目で隅田川に注ぐ。石地川は、金沢橋付近から大東橋にかけて、大東渓谷と呼ばれる深い谷となっていた。現在、渓谷部分は、ほとんどがコンクリートの垂直護岸となっていて、屈曲部の直線化やアスカ山水道建設などの改修によって、 流路も大きく変わっている。直線化の結果残った旧流路の一部は、ひ川町釣り堀公園、おとなしもみじ、緑地、おとなし桜緑地などとして整備されている。水源現在は、小平市花小金井南町にある、小金井カントリークラブ敷地内の遊水を水源とし、一級、河川起点は、左岸、小平市花小金井南町三丁目二百十八番地、先、 右岸、道志道町三丁目線217番地先で、小金井公園北端の公園北橋に、上流端標識がある。河川としての流路はさらに西に遡り、下越大学敷地内に伸びている。また、小平市公共下水道の雨水管路が、工術するかつての水源地一帯からの雨水を、上流端に排除している。戦後間もない時期の空中写真では、 現在の小平市鈴木町一丁目の鈴木、小学校体育館付近の谷東部の湧水を水源とする流路が東へ伸びていた。現在でも正門前からゴルフ場へ至る周囲との高低差が3から4メートルほど、距離が400メートルほどの小さなヤッチ型が東へ伸び、これは国土地理院などの地形図でも確認できる。途中でゴルフ場小金井カントリークラブの中を通るが、 ゴルフ場の一部で川が地上に露出していた。しかし2000年代初頭頃に埋め立てられた。かつて中流域には、関のためいと呼ばれる池があった。この池は現在残っていないが、武蔵関公園内にある、富士見池がほぼ同じ位置に存在する。美保寺池は、井の頭池や全福寺池と並ぶ武蔵の大地の三大遊水池で、かつては、 石地川の門戸源であったが年々有水量が減少したため、現在は地下水をポンプで揚水して補給している。石地池は、元は三方寺池からの流れが石地川に合流する三方寺川の途中の低地で水田などになっていた。だが、三保寺川の流量が減ったため、1933年、石地川へ流れる三方寺川を途中でせき止めて池とした。 1959年、二つの池を中心に、石寺公園として整備。下流の三方寺川は、暗挙都市、地上を和田掘り緑地として公園化して、川だった記憶を止めるためにミニ橋なども整備されている。ちなみに、石寺公園から近いうえ、同橋や栄橋、またそのあたりの川沿いからは、上流方向に、甲州アルプスの山々が眺望できる。 玉川浄水からの分水である、千川浄水は、水量が常に不足していたため、この対策として、石寺川の西早宮橋付近で浄水し、豊島園通りの下を通り、練馬駅大踏切西側を経て、千川浄水に浄水弁を設け流入させていた。水路は、1942年から1943年頃に暗渠となった。 板橋区加が一丁目付近と付け用水現在の板橋区時和台一丁目付近から中用水、北高寺川などと呼ばれた用水が北に分岐した。かつては稲付川とも呼ばれたが、現在はほとんど全てが暗渠化されている。谷ただし川放水路石神井川の南側を流れていた谷橋川は、かつては水道橋付近で合流する神田川の支流だった。 この上流部の流路が大きく蛇行する、板橋大線付近では大雨によりたびたび、氾濫していた。この対策として1925年、下板橋付近から中山道の尾根の下を通し、北側の石神井側へ向けて放水路が改作された。石神井側の渓谷広重が、江戸名所百景王子不動の滝、大人市渓谷沿いの小樹院境内から石神井側に落ちていた。 王子七滝の一つ、石神井川は、現在の板橋区加賀付近から谷の底を深くして、王子へ続く蛇行した渓流となっていた。この渓谷は、石神井渓谷、滝野川渓谷、音東渓谷などと呼ばれていた。滝野川の町境の北側が、石神井川上から一部半円状に外れる部分は、かつての流路で、現在、音東桜両口公園になっており、江戸名所図へ。 松橋部在天窟石地川に描かれる江戸の名所だった。現在は川岸は整備されてかつての渓谷の風情はない。王子石関広重が江戸名所百景王子大人し川関大世属大滝都省江戸時代の明暦2年、長田黒兵の不審により現在の大人し橋付近に石積みの園庭を設置した。これは隅田川からの海水の訴状の防止と、 旧石神川河道を流れる矢田川流域への離水のためである。石戸よ落ちる石神川本流は、王子の大滝などと呼ばれ、王子七滝と並ぶ名所として絵図にも書かれた。堰からは、溶水が引かれ、一方は、小倉村や三河島村へ通水され、もう一方は、滝の川村へ通水された。なお、江戸末期にこの地に、 幕府軍が大砲を鋳造するための反射炉を建設し、併設するの水台の動力用水に利用するため、西側の高台に引かれていた千川上水から王子分水が通された。明治になると、分水は反射炉の跡地に立った鹿島防石所の動力源として転用され、通水はここから問いによって石神川の上を渡されて、渋沢栄一が対岸に建てた消費会社と、 大倉省市幣領省支局で利用されるなど、一帯は明治初期の日本の政治の一大拠点となった。飛鳥山分水路かつては、大人なし渓谷は、王子駅付近は、飛鳥山と北側の王子稲荷のある高台との狭い間を通って東へ流れていた。流路の狭さのため、戦後には板橋台、谷口付近で、たびたび洪水があり、1958年の、 カリ川台風では、王子駅の改札口が冠水するなど、帰宅だけで5000世帯が被害にあった。1969年3月に完成した。旧ルーは、音なし浸水公園となり、現在は組み上げた地下水が流されている。この後、石神井川は王子駅の直下を通り、東側の豊島の低地へ抜けて隅田川へ注いでいる。最終表記の解体機にも、 石神川は存在し、これを古石神川と呼んでいる。ボーリング調査によって、かつての稼働は、忍ばず池から、ほぼまっすぐ南下し、日本橋台の東側をなおも南下し、西側を並走していた丸の内谷を刻んだ日向川と、芝浦沖あたりで合流している。これは、昭和通り谷と呼ばれている。縄文海進記海岸線は、 現在の JR 王子駅付近まで迫っていたと考えられ、この時までに昭和通り谷は海底国となって隅田川などからの砂礫が埋め、再び解体していくとともに、一帯は三角州が形成されたと考えられる。武蔵野大地を流れる河川は大ね縄文海進後の埋没国上の中石底地をゆったり流れることが多い。しかし石神井川は例外的に、 おとなし渓谷のような峡谷を形成して周囲からいくつもの滝を落としていた。武蔵野大地上では、近世の人為的な掘削による神田川を除き、峡谷を形成しているのは谷沢川のみしか知られていない。その成因と時期については議論があり、谷沢川と同様にいくつかの仮説が出されている。峡谷を形成するとと,ともに、石寺川は王子から東へ流れたため、 飛鳥山の西側を南下するかつての稼働は無農国となった。矢田川、藍染川この広い谷を、菅母薬園からの通水、周辺の宿からの湧水を集めた矢田川の消火線が流れていた。江戸期には王子史跡からの通水も合わせた。下流にはかつて矢田川に加工されていた、走行橋、矢田橋などの名前が残っている。昭和に入った暗渠化されたが、 暗挙上には、ソメイ銀座、田タ,タ銀座、双光銀座が立ってにぎわった。屋根線に入ると、千田木と谷中の町域境界を流れていた。かつて付近は藍染めが盛んであったことから、藍染め川とも呼称された。川はいくつかの通水に分かれて流れており、夏には小川をホタルが飛び、ホタル川と名があった。一帯は盆地のようになっており、大雨で、 たびたび浸水していた。1918年、治水対策として矢田川を分岐させて道館山の元を暗挙で通し、JR 西日暮里駅付近から開挙として、京成線沿いに町屋へ向かう藍染川排水路を通した。しかしこの排水路や残った川道も1960年までには暗挙化され、現在は暗挙後に藍染川通り。 藍染川西通りの名が残るのみとなっている。千駄木付近の暗挙動は細かく蛇行していることから、蛇道の続称がある。通水は、忍ばず池に注いでいた。押川、姫川、池、鳥越川、忍ばず池の南東側は、かつて、隅田川の自然堤防と本郷大地に挟まれた、広廃湿地で、浅草の北側から伸びていた。 千属池や鳥越の北にあった姫が池など足が生える、水はけの悪い沼たちだった。一帯は、江戸初期から聖地が始まり、浅草オクラを作る際に、鳥越神社の丘を崩して、これらの沼地を埋め立て、旗本、御家人の武家屋敷を整備した。吉原遊郭を新吉原に移転させたのもの頃である。しかし変わらず水はけは悪く、死の池からの通水は、 忍川と呼ばれて、屋敷の周囲に堀を囲みながら、東へ流していた。鳥越神社の南側からは、鳥越川と名を変え、途中で、浅草方面からの流れていた新堀川と、合流させて隅田川へ流している。途中の秋田久保田藩佐竹市の江戸屋敷前にはかつて、大きな堀があり、三味線堀と呼ばれていた。お玉川家、東堀留川。 西堀留川江戸時代初期に神田川を改作して、隅田川へ流す日向川の瀬外が,が行われ、荒廃湿地の名残として小さな池が残った。また、水運のための掘割として日本橋側の中央区、小舟町付近から北へ向かって、東堀留川、西堀留川が掘られたが、これらはおおよそ昭和通り谷の軟弱土壌に沿っている。この付近では、 東京メトロ日比谷線や昭和通りのアンダーパスも、この埋没国に沿って建設されている。なお、浜町側は、昭和通り谷の東岸にあたる浅草大城の掘割である。石神井川の上流から王子付近まで続く谷底,底地は、飛鳥山の手前で南へ向きを変え、本郷台と上野台の間の矢田川が流れる谷底,底地へと地形的に連続している。これらのことから、 釈字川がかつては、矢田川へと流路を取っていたが、河川争奪によって、現在のように、隅田川へ流れるようになったとする説が、戦前は、地形学者の東木流七、戦後は、地形学者の海塚総平などによって唱えられていた。流路変遷が起こった原因と時期については、諸説ある。1976年、東京都土木技術研究所の中山俊夫らは、 ボーリング調査による石神川と矢田川沿いの地質断面図を作成し、石神川の流路変遷を論じた。彼らは矢田川から死の場づを経て昭和通りに至る地下に規定がマイナス20メートルに達する埋没国が存在すること、石神川下流の王子から隅田川合流までの地下に埋没国が存在しないこと、流域の小さい矢田川のみで昭和通り谷が、 形成されたとは考えがたいことを指摘。昭和通り谷の形成時期に矢田川がその上流で、石寺川で繋がっており、これが石寺川の本流であったと結論づけた。また、立川ローム層を建層とした江ゴータ層との対比より、石寺川の王子より、上流の過酷堤に堆積する泥炭層をサブボレ歩きのものとし、音のし渓谷がこの泥炭層を解析しているように見えることから、 渓谷の形成時期を、サブボレアルキー落とした。1994年、北区教育委員会の中野森久良は、石寺川の流路変遷時期を特定するため、現、石寺川から離れて、すぐの矢田川の谷底,底地にて、ボーリング調査を行い、その結果を発表した。彼らは、山手層の上位に、霊端出年度からなるお奇跡層を発見し、滝野川霊炭層と命名。 14C 年代測定によって約7400年前から約1000年前までに堆積したものと分かった。中野らは滝野川冷炭素は石地川下流部が現在の流路を取るようになってから旧川床が小宅地となった環境で形成されたと考えた。また石地川が本郷大東端で縄文海進に形成された。 埋没上位破食代を侵食していないことなどから、縄文海震災世紀より後に河川争奪が起こったと推定した。これらのことから、石神側は縄文海震災世紀に本郷代の崖端侵食に起因した河川争奪を起こし、流路を奪われた矢田川上流部では、商宅地となり、滝の川で炭層が堆積し、 王子方向へと流出した進化流は川床を深く掘り込んで峡谷を作ったと結論づけた。北区アス山博物館では中野らの研究成果に基づき縄文時代の河川争奪説の解説が展示されている。歴史研究家の鈴木里央は1978年の実著において石寺川が現在の石寺川と矢田川に分断されたのは 人為的な工事の結果であると主張した。鈴木は、飛鳥山付近の大地が、東から、抗議の利根川、西から石神井川の侵食を受けて、人為的に短落しやすい地形であったこと、滝野川という地名が登場するのは13世紀、後半に成立した、原平清水期以後のことで、聖守の、東鏡には見られないことなどから、この間に、人為的な屈作があったと推論した。 この工事は、豊島市による下町定地への灌え水路の開発、または、矢野市による洪水防止の工事であったと、鈴木は推定した。あとの2003年、鈴木は、大著、江戸、東京の川と水辺の実験の中で、上述の中野らによる自然現象説を紹介するとともに、再び人為変更説を主張した。まず鈴木は、原平清水器に、 滝の川の名前があるのは、この時期にすでに滝のような水流で渓谷ができていたと、解釈できるとして、この時期の工事説は述べなかった。代わりに、江戸時代に観光された多くの地市で忍ばず池と、お玉が池の説明ぶりが不自然である。点、軍用道路であった岩月道は、石神井川をまたぐより、大地の沿沿いに通る方が自然である点を指摘し、江戸市、大田道館、 ご方上市あるいは、徳川市初期に、江戸港の洪水を防ぐためにせがえしたと主張した。板橋重慶の一つ、尺寺川の桜並木、旧中山道、板橋付近。第二次世界大戦終戦直後は田園を流れる小川に過ぎなかったが、宅地化に伴い汚染が進み、1970年代には、土ブ川と化した。その後、流域の下水道普及率が進み、 水質は改善され、晴天時であれば水質はかなり良好で透明度は高いレベルにある。しかし、豪雨時などには下水が排出されるため水質は一時的に悪化する。また、集中豪雨時には氾濫を発生させ地域に被害を与えてきたことでも知られる。1966年の台風6号による氾濫の後三か年計画で改修工事が始められたが、 用地買収の難しさから進捗状況は父としたものとなった。その後も1時間あたり75ミリメートルまでの大雨に耐えるための拡幅工事が進んでいるが、一方で川沿いに存在する桜の知事と呼ばれる桜の名所が失われる可能性がある。魚は濃い、油ハやモツゴなどが生息し、甲殻類は木ズガニやアメリカザリガニが生息する。 北工事付近の流路変更に伴い、魚が遡上できないため、アユなどは確認されていない。2009年3月2日には、JR 大路駅構内のトイレの汚水が、下水道工事の不備により40年以上にわたって、川に垂れ流しされており、川から発生する悪臭の一因となっていたことが、判明した。川沿いは浸水化が図られ、関係者護岸化や遊歩道の整備が進められている。 東伏見橋の近くなどは川に入って遊べる、石神井川浸水広場になっている。東京の地上道路から見える山々、石神公園近くの石神井川沿い、上、小成橋から、石神井公園、石神井公園と富士山及び、石神井公園駅山の眺望スポットも、山椒中流域の石神井公園から近い上、小成橋や栄橋、またそのあたりの川沿いからは、上流方向に、 大菩薩霊、小金沢山、牛奥のガンガハラズり山、黒岳などの大菩薩霊霊、及び熊沢山など標高2000メートル級の山々が、連なる、甲州アルプスが眺望できる。近年、都内では、地上から山が見える場所は、貴重になってきている。ごく最近まで石寺川の本流は、三方寺池から流れ出す川とされ、小金井からの流れは、 大川と呼ばれる支流であった。しかし、徐々に流域の都市化が進行し、三保寺池の湧水が減ると、池から合流点までの流れは三宝寺川と呼ばれるようになり、大川が石寺川本流となる。ちなみに三宝寺池の古称は弁天地といった。三保寺池にある現五福島神社はもともと近くにある三保寺の要する弁天社だったことに由来する。 池から流れる川も、弁天川といった。明治期の神仏分離例で、五福島神社となり、池の名も変わった。石神井川の名称は、石神井村を貫流する川だったために、村の名前にちなんで呼ばれたと言われている。石神井村の名前は、東日本に多い三石寺信仰に類する石神に由来し、村内に昔からあった。この石神は、三宝寺池から出たとも、意を掘っていたら、 途中から出たとも伝えられる。石神川は、古代滝野川という別称は、北区滝野川の地名にも残っており、近藤勇の墓所がある。かつて、この地域の石神川が、滝のように勢いよく川の流れが激しかったことに、由来する。富士見池調節地など流域には調節地が整備、されている。城北中央公園には、 上北中央公園調節地が建設中となっている。上流より北東伏見公園区域内、石神井川浸水広場下付谷橋から見る、石神井川、石神井川と、早稲田高等学院の森2021年1月、石神井川から望む、甲州アルプス2021年1月河川整備事業により、西と雪橋から、薬師堂橋の間などは、 関係者護岸化や浸水化が図られ、川沿いがレンガの遊歩道として広くなり、川も近くまで歩行者や自転車が降りられるようにするなどの整備が進んでいる。ありがとうございます。